の心、十九代目無道元治、極楽浄土、うつつのように咲く菩提の蓮華。慈悲深き魂、明日の戦いの果てを鬼が学ぶ、戦え大根の負けるな観覧、決戦の義務とは金票された第6話、決闘大観音宿命の対決、掲げた印象は天を突く。終わりにはびこる黒い影、また一つ人々の平和が壊されていく。鬼の野望が響くその姿、神か仏か、観音の大いなる時間を鬼に立ちはだかる。Ah!